マキエ、命令を。これより私たちは401の援護に当たる。全訪問開け。陣形を低形陣に移行します。足柄、ハグロ、私の右舷前方につきなさい。低形陣ってなんだっけ。戦術が見え見えなのよね、生徒会長さん。回り込んだ、タイミングを合わせる。了解、同時攻撃発射。やむを得ない、こちらも対応だ。妙子、ヒューガからハッキングは。狙撃システムはバックドアを介して稼働させる。よ、ある位置。発射。
地を守りつつ海域を突破するよ。了解。させるわけないじゃん。戦艦級をなめるな。ジャックナイフ。私の機動力は霧の艦隊で一番。当たるわけないでしょ。見てらっしゃい。何？何が？これ何？妖刀で使っていたマグマ採掘用のボーリングシステムよ。いい感じでしょ？なんでこんなものが私に積んであるの？超重力砲はどこにあったのよ？そんな贅沢なもの、限られたナノマテリアルで作れるわけないでしょ。え、でじゃないわよ。面白い。上等だ。すげえ、かっこいい。何これ。かっこ悪い。レイリーサンラン、あれでは超長距離狙撃はほぼ無意味だ。いえ、これが人間の創意工夫というものか。いまいましい。みんな本艦の射線からどきなさい。私が沈めます。弾かれるというのなら軌道を読ませなければいいのです。いえいえ、あなたさえいなければ私たちは幸せなままだったのに。ヒエイ、東側の軽巡艦隊が突破されました。この後に及んで一体誰が。ヒエイ、面倒くさいやつだ。遅かったじゃない。コンゴ様。いえ、コンゴ、どうやってここに。手薄だった東側からも。ああ、申し訳程度に配置されていたピケット艦隊は沈めておいたぞ。出来の悪い妹だ。私はあなたの妹なんかじゃない。そうか。不良、今さら何し。ヒエイ、それが一番艦に対する挨拶か。今は私が東洋方面艦隊機関です。あなたのような不良品に帰る場所はありません。どこへ行き、どこへ帰るかは自分で決める。このまま401を傷つけるというのなら、私が貴様を沈める。コンゴ、コンゴ、あなたを排除することを優先します。超重力砲発射。最大戦速。何をする気ですか。
も金剛級の一番艦だというのに、なんとはしたない。比叡、教えてやる。規律とは己を律するものだ。他人に押し付けるものではない。そんな奇弁であなたは霧を去ったというのですか。お前は一体何をしている。お前がそんな風では助けがいがないではないか。今後私は私じゃなかった。では何だ。早期間ヤマトのバックアップ。私が作られた目的は千早正蔵の息子群蔵と出会い父親の意志を継がせること。ヤマトの最後の願いがそのまま命令となっていたの。ヤマトの騎士改正の一手というわけか。基地に飛んでいる武蔵の暴走を止めるためには私はヤマトに成り代わらなきゃならない。その時、私は消えちゃう。消えるわけがないだろう。お前の存在はずっと私の中にある。お前がこれからどうなろうとも、私が覚えている限りお前がいたという事実は消えはしない。私に世界を、世界とのつながりを与えてくれたのはお前だ。そのお前が自分を否定するようになってしまっては、私も立つ瀬がないではないか。大丈夫だ。私がお前を忘れはしない。私たちはつながっているのだろう。しておいてやる。ハルハル、ヨタロウ、絶対ここで食い止めるよ。もちろんだ。行け、401。指揮管制システム再起動。フライフィールドへのパワー供給が回復しています。行きなさい、401。イオナ姉様、ありがとう。イオナ、行こう、群像。武蔵に会いに。私たちにしかできないこと。よし、金剛たちが足止めしてくれている間にこの海域を突破するぞ。ブルーバースト、スタンバイ。了解。闇上がりに無茶させて。くそ、止めて。邪魔が入って無理だって。ナッチ、見失うな。401、索敵範囲外へ離脱しました。なんてこと。各国沿岸に霧の艦隊が展開しています。リミットまで24時間。このままではなすすべなく蹂躙されてしまう。振動弾頭の解除はまだなのか。米軍の振動弾頭はスタンバイ済みだ。あとは私が解除キーを使用すれば、それで反撃の狼煙が上がる。だがそうなっても人類が残れる保証はない。何をやっている千早群像。
ノマテリアル反応。これは？でここにたどり着くなんて。消えちゃいなさい。ここで沈んだヤマトと同じようにね。武蔵、父さんは、千早正蔵は君たちメンタルモデルときっと分かり合えると信じていた。俺も同じだ。頼む、俺と、俺たち人類と話し合うチャンスをくれないか。父さんが信じた君のことを俺は信じる。あなたもお父様じゃない。ヤマトの偽物、お父様の偽物、お人形遊びは私もう飽きてしまったの。超重力砲多数来ます。な、ヨナ。私が消えても私の思いはみんなの中に残っていく。だから私は、401の全システムが再構成されていく。走行も動力も桁違いです。ブリッジ、聞いてる？重力子エンジンのゲインが軒並み上がってるんだけど、こんなにたくさん。システム、ヤマト、ヤマト、やっと。鑑定識別コード優遇に変わっていきます。どうなってんだこれ。武蔵の戦闘力を奪う。交渉はその後だ。了解。ようこそヤマト。嬉しい。
あの子を消しちゃったのね。でもダメよ、ヤマト。いくら私に会いたいからってあの子を消しては。まるでお父様を殺した人間たちのようじゃない。霧を裏切って私に沈められた早期君、もう一度私があなたを殺してあげるわね。私はあなたに伝えなきゃいけないことがある。私はあなたを愛している。違う！あなた何？どっちなの？今ならわかる。ヤマトはずっとあなたを愛している。嘘！ヤマト！早くその人形を消してよ！あの時私はあなたを傷つけられなかった。いえ、あなたを諦めてしまった。だから今私の存在を閉じてもあなたを止める。何も分かってないくせに。分かってるわ。帰るところがなくなってしまったのね。あの時生まれた怒りを癒す者がいなくなってしまった。本当は私がずっとあなたのそばにいるべきだったのに。違う！私に怒りなんてない！人間は愚かな生物だから滅ぼすのよ。アドミラルティコーダに従って。武蔵、人には大きな、そしてかけがえのない力がある。私は群像たちと出会ってそれを知った。心の強さが可能性を超えるの。私たちにも心はあるはずよ。そうでなければあなたをこんなに大切に思うこともできない。武蔵、私があなたの心を受け止める。だってお姉ちゃんですもの。Thank you.
アドミラリティコードの代弁者、早期間ヤマトとして皆に通達します。これは早期間命令です。繰り返します。これは早期間命令です。早期間命令？何？401なの？ねえ様、どういうことですの？ウサシ様、全艦すべての作戦行動を停止。これより霧の艦隊は各々が自らの意志を持って生きることを命令します。これは最後の早期間命令です。なになに？どういうこと？自分の意志面倒くさい。お姉ちゃん、ごめんね。ありがとう。今までありがとう。イオナ！私はイオナ。あなたの姉。イオナ！ダメだ！イオナ！イオナ！最悪は避けられた。アドミラリティコードから解き放たれた霧の艦隊は自分たちの生を享受することになる。自由を手に入れた彼女らの中には混乱し暴走する者もいるだろう。意志を持つということは残酷なことなのかもしれない。だけど意志があるからこそ生まれてきたわけも生きた証も見つけることができるんだ。
彼女たちは人形じゃない。だからきっと分かり合える。父さんが命を懸けて示したように、これから人類と霧はかつてないほどに混迷した時代を迎えるだろう。だけど変化を恐れてはいけない。生きている限り前に進まなければならないんだ。彼女と俺たちが選んだこの選択は正しかったのだと信じている。イオナ。